皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。ラジオネームレイカちゃん、女性の方です。リュウジ君こんばんは。こんばんは。突然ですがリュウジ君に質問です。私は今新しいことに挑戦してみたいと思っていて、ボルダリングをしてみようと考えています。リュウジ君は何か新しく挑戦してみたいと思っていることありますか？ボルダリングって何ですか？ああ、クリフハンガー的な。ちょっと違う。あれですよね。なんて、だから岩登る。あ、それボルダリングって言うんですね。クリフハンガーしか出てこなかったですね。なるほど。へぇ、すごいですね。レイカちゃん、17歳でボルダリング。筋トレとかしてんのかな。なるほどね。そうね。まあ、新しく何か挑戦、今楽器やっぱやりたいなと思ってて、まあサックスとか、あとアコギもちょっとやりたいなと思ってるのでね、ちょっとなんか始めようかなって今思ってる最中ですね。うん、やっぱ楽器弾けるのはねかっこいいですもんね。はい。ボルダリング頑張ってください、リカちゃん。続きます。ラジオネームゆかちゃん、女性の方です。今石くんこんばんは。こんばんは。早速ですが質問です。サラダにかけるドレッシングは何味が好きですか？サラダの種類にもよると思いますが、私は和風ドレッシングとごまドレッシングが好きです。今石くんの好みも知りたいのでぜひ教えてください。うん、ドレッシング、うん、そうね、なんかごまドレッシング手に取ろうかなと思うんですけど、なんか結構カロリー気にしちゃったりとかして、なんか和風ドレッシングとかポン酢とかが多いかもしれないですね。うん、でもこのなんか調味料っていうんですか、調味料系の言うと、もう自分醤油大好きで、もうショーラーなんですよ。ショーラーだからもう醤油って何でも合うと思ってて、うん、もう無敵だと思ってますよ。もちろんサラダにもかけたりとかもたまにしたりとか、ご飯もかけるし、唐揚げ、魚、肉、なんでも焼きそば、なんでも、うん、醤油好きですね。え、あ、海外に行くとき持ってってないですね。海外に持っていかないですね。うん、でも醤油かなり好きですね。うん、何でも合うから。ケンちゃんと、そう、それこそケンちゃんと一緒に、俺醤油好きでさ、それショーラーやんみたいなことケンちゃん言ってましたね。そう、ショーラーだから俺って、うん、ってな感じですかね。はい。